久保さん。久保さん。ちょピント合ってないな。ピント。はい、久保さん。久保さん。Google マップっすか。僕もカスタムサムネイル、Google ググマップ。はい。Google からね、あの、メール来たのはカスタムサムネイルにしときましたが <laughs> あなたが投稿した口コミ Google ググマップで大人気ですっていうね、えー。1000回。あ、観覧数1000回超えました。っていうのメール来たんですけど。 これは、ま、今回のタイトルが、Google で上位表示させる方法です。Google で上位表示させる方法です。まあ、これちょっと店舗になるんですけど、My ビジネス、Google の My ビジネスっていうのがあるんですね。で、あの、Google の My ビジネスっていうのは、あの、無料で登録できるんですよ。で、店舗とかやられてる方は、それを活用すると、もうめちゃめちゃいいってことです。で、それを、あの、 バンキン屋さんの、僕、あの、お客さんにバンキン屋さんの方いらっしゃるんですけど、この Google マイビジネスをめちゃめちゃ活用してて、ぶっちゃけ SEO 対策もこれ一本で全部、終了。<laughs> Google マイビジネスで全部ビジネスできちゃうっていうね。要は、あの、な、なんでその、うん、あの、バンキン屋さんが上位に表示されるかっていうと、口コミをとにかく書いてもらってるんですよ。 そのマイビジネスのそのグーグルで。で、僕もその板金修理してそこでしてもらって書いたんですよ。で、その僕は GTR34 の写真とかもアップして、ビフォーアフターもしっかり写真載せて、こういう状態からこうなりましたって写真もしっかり撮って、あと文章もしっかり書いてやったんですけど、それがもうその写真がね、GTR34 の写真がすげえ見られてるっていうね。そう。<laughs> もうどこ行ってもアクセス取りに行ってきますよ。<laughs> だから僕狙ってましたからね。あの投稿するときに、 これ、あの、こうやれば見られるんじゃないかなってね。ちょっと狙って写真撮って、ビフォーアフターもしっかりやったんですけど。まあ普通のお客さんの声って、よかったです、よかったです。まず写真投稿があんまないんですよ。で、写真投稿があんまないんで、写真投稿すればまず目立つだろうなって。で、あとはビフォーアフター見たいじゃないですか。だからビフォーアフターの写真もしっかり載せて、レビューしておきました。で、そしたら、アクセスがね、あの、1000回超えてるっていうね、観覧す だからまあ、店舗ある方はですね、今、Google マイビジネスっていうのが無料でできて、これアプリも出てるし、で、その、どこ経由でどう来て、で、その Google マイビジネスから電話がお問い合わせ来たのか、何パー来たのかとかも全部見れるんですよ。で、この Google マイビジネスに登録すると、上位に表示されやすくなります。なおかつ、それをしっかりと口コミとかも入れてもらえるように、店舗来た人に協力してもらう。そういうことやると、もう完全上位に行きます。 それはそうですよね。口コミめっちゃ4とか4.5とかね。確かね、ここの桜井ガレージさんは、あのー、結構ね、すごいっすよ。桜井ガレージは。あ、口コミ、グーグルの口コミがあ59件あって、星5つです。星5つなんですけど。<laughs> だからその、茨城板金とか、茨城 茨城、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 板金とかで調べると多分出てくるかな。はい。茨城、板金とかで調べるともうポンとすぐ出てくるんですよ。だから茨城県に住んでる人って絶対調べるじゃないですか。茨城県で修理したいってなった時、茨城、板金とか絶対調べるじゃないですか。でもそしたらもう出てくるんですよ。 うん、で、一番が出てるのが、今、僕が今パワって検索して、一番出てくるのが PPC 広告出してるところ。で、PPC 広告出してる会社が一社。茨城板金に対して、それに出してる PPC 広告が一社。で、その下が Google マップのその、マイビジネスのやつが出てくるんですけど、だからこう無料なんですよ。で、ガレージ桜井さん。ガレージ桜井さんが今1位ですね。はい。59件で星5つです。星5つ,つ。<laughs> もうマックスですね。マックス。 だからね、あの、しかも僕、あの、まあ、その方ネット、ブログとかでも集客してたんですよ。だけど、このマイビジネスに出会って、もうブログよりマイビジネスの方がもう、もうこれだけ一本でも集客できますって話ですね。で、しかも、まあ、板金に、こう行った時に、もう紙もね、その、これなんですよ。その、Google マップに、Google マップのその、レビューするやり方、やり方を、こう、紙にしっかり書いて、印刷して、こうやれば、 投稿できるんで、このステップでやってくださいっていうマニュアル付きなんですよ。で、それを、あの、これ良かったら見てくださいっていう。だから一回もう作るじゃないですか。で、それ印刷すればいいんで、でお客さんにこれ渡して、すいません、これちょっと協力お願いします。やり方全部載ってるんでっていう。わかりますだから今は、 <laughs> あのまあほとんどね久保さんが言う通り Google マップめっちゃ使われてるし、まあ、検索なんかもうみんなしてるわけじゃないですかで最近の Google の CM、まあ、見た人だったらいると思うんですけどその検索の仕方を教えてる CM なんですよこれねすごい面白いなと思ったんですけど Google の活用の仕方を教えてるわけですよねちょっと町内会の話にもあのちょっとあの精通する部分ありますけどそのやり方を教える 広告 CM ですらもやり方を教える CM になってるっていうね、面白いなっていう。町内会もやり方、どうやって久保さんやるんですかっていう町内会コンサルができるっていう理由もそうなんですけど。だから、あの、レビューしてもらうにもやり方をしっかり教えてあげることによって、その、うん、そこでお金はもらえないけど、結局お金になってるんですよね。だからやり方を教えるってめちゃくちゃいいんですよ。 で、あとはその、ま、あこれはちょっとリアル店舗になってしまいますけど、あのネットとしっかりと、てかもうネット検索ですがほとんど。今スマホで検索してどこ、居酒屋もどこ行こうかなって話じゃないですか。ホテルとか全部そうっすよ。ポケットから出してどこ行こうかなみたいな。なんで、あの、ネットをいかに使うかっていう仕組みを利用するかっていう便利なものがありますんで、でもこれ結構ね、使ってない人多いんですよ。 うん、これをもう最大限。だからその、最大限活用するって何かっていうと、そういう資料まで作ってやり方もね、こうやればできますよっていう。うん。だからすげえ丁寧に書いてありましたよ。<laughs> まあそのちょっと紙どっか行っちゃいましたけども、そうあ、ちゃんとやってんなみたいなね。<laughs> やっぱ、すげえなーと思いましたね。うん。だからまあもうなんか、インターネット が使えないっていうのはもうちょっときついんですよね。で、実は今さっきですね、僕あのコンサルちょっとしてまして、久しぶりにですね、久保さん、あのパソコン初めて買いましたっていう人、<laughs> そのネットビジネス始めるためにパソコン初めて買いましたっていう人だったんですよ。でこの前買いましたみたいな。<laughs> で、あの、なんか、 今、なんかじゃあ、ブログとかも始めたらしいんですね。で、ちょっと、URL 送ってくれませんかって言ったら、え、URL ってどこにあるんですかみたいな。<laughs> そこかみたいなね。<laughs> URL どこにあるんですかみたいな。<laughs> で、スクショ送ってここですよ。みたいな。URL の場所ですよね。URL の場所。だから、久保さんのね、コピペの動画がな3万回ぐらい回る理由、わかりますよね。 URL の場所もわかんないっていうね。久保さん動画撮るかもわかんないですけど、URL の場所。<laughs> URL の場所ってどこやねんっていうね <laughs>。その動画アクセス取れるかもしれないですね。URL の場所みたいなね <laughs>。うん。だからなんかね、あのー、何でもいいって言ったらあれかもしれないですけど、何でもいいんです。何でも教えられることはたくさんあります。URL の場所。URL の場所を知ってるんだったら、URL の場所を知らない人に教えることができます。 ね、o g l e の投稿の仕方がわかん、そのね、レビューの投稿の仕方がわかんない人に対しても、そのね、やり方を教えることによってやってもらうこともできるし、だから何かを教えるっていうのは、うーん、すごく、あの、お金を稼ぐ上で重要なことかなと思いますね。だって、町内会のやり方を教えるだけでもお金もらえるわけじゃないですか。うん。でも、こんな僕だから教えられることはありませんってみんな言ったりとかするんですけど、え、URL の場所教えられませんふふふ。<laughs> 多分まあ、まちょっとパソコンやってる人だったら URL の場所ぐらいわかるでしょ久保さ。<laughs> それを教えられますよね。だから、あの、コンサル終わって、まあ、最初のファーストセッションだったんですけど、いや、めっちゃ、よ、入ってよかったですみたいな。もう,う、こう、よかったですって言ってくれましたね。そりゃそうですよね。いや、僕も、僕も言いましたもん。いや、入ってよかったですねっていう。いや、そっからとは思わなかったから、これ、入ってよかったじゃないみたいな。 いやまさかね、まあね、Q&A でやり取りはしてたんですけど、そのお客さんと。でそこまでとは思ってなかったんで、今回、濃くいろいろ聞いた結果、あーなるほど、そこかっていうところなんで、うん。だから、まあ、その状態でね、みんなその状態からスタートなんで、あのー、しょうがない部分はあるんですけど、うん、何だろうな。 教えるか教えてもらうかのこの 2, 2択しかないんですよ。で、最初は教えてもらうっていう側だと思うんですね。でも、それをすぐ教える側に回るっていうこの、このすぐ切り替えをするべきですよ。うー,んおあーなんか教えられることありません。絶対ないですよ。教えられること何かしらあります。 な、うんか教えられることができるってことは価値を提供できるってことじゃないですか。だって分かんない。その人にとっては価値。あ、吉田さんそこにあるんですねっていう、ね。URL の場所で価値を受け取る。価値を提供できるっていうね。<laughs> 分からない疑問点が解決できるわけじゃないですか。うん。だ今日コンサルしたのは、も、ま、う、あ、だからまあやることを決めて、YouTube でもどういうチャンネル名、チャンネ,ネル名どういうチャンネル名にするのか、動画の内容はどういうふうにやっていくのか、で、作業はどういうふうにやっていくのか、もう全部決めて。 全部決めてこれやりましょう、つって。で、あとは、なんだっけな。そう、最後、うん、あのタイピングできますみたいな。ブラインドタッチできますって言ったら、いや、できないっす。みたいなね。ブラインドタッチできない。じゃあ、あの、トクっていうソフトがあるんで、トクっていうソフトがあるんで、これもう買っといてください。2000円ぐらいなんで、つってね。で、これ裏話なんですけど、アマゾンのね、アフリエートリンク送っときました。多分そこのリンクククリックして買ってくれるんで、まあ、1円ぐらい入ってくるかもしれないですね。アフリフォッシュ。 制約率100%のアフリエイト報酬ですね。1円ぐらい。多分1円ぐらい入ってくるんですから。アマゾンのアフリエイトってそんなに高くないんで。はい。1円稼ぎましたよね、久保さん。<laughs> あ、ダウンロードして、もうなんだ、そのソフトで頑張りますみたいなね。それ1日5分やってくださいっていう。で、その僕ソフトで実際にタイピングなんだ、マスターしたんで、得だっていうソフト。結構もう古いですけど。あれは明記だと思うんですね、僕は。あれで、 覚えたんだ、僕は。うん。だからそのアフリエイトも <laughs>、ね、アフリエイトも、決められるわけですよ。まぁ、あ、ちょっと、アマゾンのアフリエイトはちょっと報酬低いんであれですけど、その、じゃあ問題点が、じゃあ、ブラインドタッチができません。じゃあ、ブラインドタッチをやるためにこれいいよ。僕自身もこれ使ったんで。え、それどうやって買うんですかあ、じゃあアマゾンのリンク送るんで、ここから買ってください。ありがとうございますみたいな話ですよ。もう100%決まるアフリエイトですよね。 そうだからねあの相談に乗ってしっかりとそれに何かアンサーしていくっていうことが大事ですしなんかマイビジネスからなんかいろいろ脱線してますけど教えるってこと大事ですね久保さんねだからお金稼ぎたいんだったら教える側にならないといけないし誰でも教えられるよってことでじゃあ教えるために何しなければいけないのかっていうとお客さんの状態をしっかりと知る聞くってことですねうん。 だそれやれば、まあ、久保さんはね、もう相当聞いてきてるの分かると思いますけど、ね、この億万長者シリーズでももう何回か言ってますけど、お客さんの悩みって大体もう決まってるんですよ。もうテンプレートがしてるので <laughs>。だそのテンプレートにテンプレートで対応できるじゃないですか。だって同じ、大体悩むところ一緒なんで <laughs>、そのテンプレート、あ、こういう感じなんだ。じゃそこに対してのアンサーのテンプレートは自分で持ってれば、ね、あの、対応できますよねっていう、だ10本ぐらいしかないんで。 悩みなんてうんそうだからまあ今回のセッションなんかねマーケティングの話もクソもないですからね <laughs> もうそっからスタートですからまあ今後な長いお付き合いになるなとは思いますけどうんだからねまあ思うんですけどうんやっぱその状態から一人っていうのは まあ今日やってて思ったのが、あ、この状態で一人でやっていくのって結構きついなっていう。うん、思いましたね。やっぱ本当に、URL の場所もわかんない状態からネットビジネス入る、パソコンつい最近買いましたっていうところから入るのは、やっぱ結構きついなっていう。やっぱ誰かの支えがないと、なんかその、うん、な、なんかイメージとしては、生まれた赤ちゃんを、お前勝手に育てみたいな。 おぎゃーおぎゃーっつって、どこにご飯あんのか、ご飯の食べ方すらわかんないのに、お前やる気でなんとかしろっていうね。結構難しいっすね、それね。だからまあ、そういう場合はマンツーのコンサルとか受けた方がいいんじゃないですか。町内会コンサルとかもね。受けた方がいいと思いますよ。さすがに。まあそのステージによって、自分が選ぶ、学ぶ、ものも選んだ方がいいと思いますね。うん。なんかそれも感じた。 感じました、ね、うんまあそのお客さんは本当ラッキーだったと思いますうんうまあそんな感じですねはいで Google マップあ Google マイビジネスの話からちょっとあっせんしましたけどまず活用しましょうネットはでそのあとその人が言ってたのが何だっけなあのー、なんか今までパソコンつなんかいらねえって思ってたらしいんですよ なんかパソコンイコール、なんかゲームオタクの人みたいなイメージがあったらしくて、いやパソコンなんか別にいらねえよって思ってたらしいんですけど。いやパソコンは絶対使えた方がいいですよ。スマホだけでいけないことはないんですけど、パソコンは使え、ネットビジネスでやっていくんだったら。これ商売道具なんでパソコン。久保さんもね、Google Chromebook から始めたと思うんですけど、やっぱパソコンはあった方がいいと思う。今ね、ゲーミングマシン40万か50万か60万かわかんないですけど、 ね、すげえ高スペックで多分やってると思うんですけど、パソコンはね、やっぱいいの、最終的にはいいのを使った方がいいし、パソコンはもうマストでね、まあ、ブラインドタッチもできるし、ある程度操作方法もできるし、パパパパ,パってできた方が絶対にいいっすね。うん。やっぱスマホだけだとやっぱ限界あるっちゃあるんで、うんあのちち。ちっちゃいし、まあでも今、これだけでもできないことないんですけどね。でもパソコンあった方が僕はいいと思います。僕は。 うん、特にもう僕なんか動画いっぱいアップロードするんで、ババババ,バってアップロードするんだったらパソコンじゃないとき,きついんで、うん。はい。懐かしいですね、久保さんね。あの、ね、TV。<laughs> TV 懐かしいっすね。ま、ああのい、いろいろと募るお話いっぱいあると思うんで、お会いした時なんかいろいろとお話セッションできればなと思います。ちょっと長くなりましたけど。行ってきます。はあ、あ、今度行きます。はい。